ちょっと待ってじゃあこれは出店部の見た形がどう社長だったらうるさい普通だと今でも残ってるんですかディスプレイ制約した順番安いんだよこうとなってますか一般ので社長半分が潰れるんじゃないどうやって成功した必ずこんな話です今業界を盛り上げ社長さんとは本当に美味しいポイントですね稼げるってことは一つ写真輸出ビジネスアフリカ人本当に勉強になりました今日はっきり分かったのがお坊さんがいっぱいこの場合では終わり今度はお坊さんがどちらかというとレギュラーに15分にいるか本当にもういるか3人のゲストこの9月までめっちゃ親しかったキーワード授業クリックしたい